どうもロコです。今回はクラッシュバンディクーの開発秘話についてお話ししたいなと思います。こちらの動画はゲームについてあらすじ、ゲームシステム、クラッシュシリーズについてお話をして、次に開発の経緯、クラッシュバンディクー発表までの苦労、そして日本発売までの経緯という流れでお話をしていきたいと思います。こちらの動画を見て興味を持たれた方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。他に取り上げてほしい作品やクラッシュバンディクーについてもっと深掘りしてほしいとのご意見ございましたら、コメントへの書き込みもお願いいたします。それでは早速お話をしていきます。よろしくお願いいたします。では早速ゲームについてお話ししていきます。まずあらすじなんですけれども、科学者であるコーテックスとその参謀ニトラス・ブリオは自然豊かな島の動物たちを洗脳することで自分の軍隊を作り世界を征服しようと試みるのですが、洗脳光線がまだ未完成であったために軍隊を作るところが動物たちがただ凶暴になってしまうということで島が大荒れの状態になってしまいます。そんな中、島の暴れん坊だったクラッシュバンディクーは洗脳光線を浴びることで他の動物たちと同じように凶暴になるのではなくて、逆に毒は毒をもって制すと言いますが正義に目覚めるんですね。よってクラッシュバンディクーは研究所から脱出することに成功します。そんなクラッシュバンディクーなんですけども、脱出に成功はするんですが恋人のタウナーは囚われの身となってしまいます。島を救うため恋人を救うため冒険に出るというストーリーになっています。クラッシュバンディクーのシステムなんですけども、主人公クラッシュを操作してジャンプやスピンアタックといったアクションを駆使してステージを手前から奥に進んでいくというシンプルなアクションゲームになっています。アクションは1作目の場合ジャンプとスピンアタックだけとなっておりますが、これはソニックだったりドンキーコングの中間の2つにしたかったからという意図があるようです。でそんなクラッシュバンディクーなんですけども、最近非常に大きな話題に実はなっていて、2019年2月にですね、ちょっと実は大きな話題になっておりまして、クラッシュバンディクー作品を一つにまとめたクラッシュバンディクーぶっ飛び三段盛りという作品が出ていたんですね。でその作品が実は2019年2月の段階でわずか2年足らずで1000万本を突破したということで、非常にクラッシュバンディクー愛されているんだなということで大きな話題に実はなっておりました。でそんなクラッシュバンディクーシリーズですね、やっぱりこうやって人気があるということで多数の作品が実は出てるんですね。今からさらっとそのクラッシュバンディクーの作品一通り申し上げていきたいなと思います。今から言う作品発売日言うんですけども、こちら日本発売日で申し上げますので、会議の発売日とは少し違う部分もありますので、そちらはご了承ください。クラッシュバンディク1996年12月6日クラッシュバンディク2コルテックスの逆襲1997年12月18日クラッシュバンディク3ぶっ飛び世界一周1998年12月17日クラッシュバンディクレーシング1999年12月16日クラッシュバンディクカーニバル2000年12月14日、クラッシュバンディク4炸裂魔人パワー2001年12月20日、クラッシュバンディクアドバンス2002年7月18日、クラッシュバンディクアドバンス2グリブル催眠大パニック2003年12月4日、クラッシュバンディク爆走ニトロカート2004年7月8日、クラッシュバンディク5A クラッシュとコルテックスの野望2004年12月9日、クラッシュバンディクアドバンスワクワク友達大作戦2004年12月9日、クラッシュバンディクガッチャンコワールド2005年12月1日、クラッシュバンディクフェスティバル2006年7月20日。そしてここで一気に間隔が空きまして、一気に2017年まで来ます。それが最近話題になっていたクラッシュバンディクぶっ飛び三段盛りですね、2017年8月3日の発売となっています。そして最後がクラッシュバンディクレーシングぶっ飛びニトロ2019年8月1日ということで、クラッシュバンディクシリーズ非常に多く出ているんですね。そしてレースゲームも出ていたりということで、かなり幅広く広げております。その他もですね、細かいところで言うとパチスロ機だったり携帯アプリ機といったことでですね、かなり多くの作品がクラッシュバンディクシリーズで、提供されているということになっております。続いて開発のお話なんですが、クラッシュバンディクノーティードッグが設立したアンディ・ギャビンとジェイソン・ルービンによってクラッシュバンディクが作られます。1994年アーケードゲームについて研究していたんですが、レース、シューティング、格闘ゲームの分野で 3D レンダリングの導入が始まっていることにまず気づきます。ただその一方で、先ほど申し上げた2人は自分たちが好きなキャラクターを主体としたアクションプラットフォームゲームに目を向け、 3D レンダリングでこのようなゲームを作ってみてはどうかという考えにたどり着きます。ただこのゲームの構想はですね、キャラクターの後ろを常に見続けなくてはいけないということで、ソニックの尻ゲーと
という冗談めいた仮称が付けられました。確かにクラッシュバンディク常にお尻を見てるようなゲームではありますよね。そして当時ユニバーサルインタラクティブの幹部だったマーク・サーニーに出会ってソニックの尻ゲー構想は満場一致で迎えられることになります。いわゆるずっと横スクロールが多かったんですが、逆に後ろから前に進むっていうのは目新しさもあったと思うんですよね。だからこそこのゲームの話どんどん前に進んでいったのかなというふうに思います。そしてどんどんゲームシステムについてはですねお話が進んでいきまして、で新たなキャラクターを生み出そうということで次のステップに進んでいきます。例えばセガにはソニックのようなマスコットキャラクターがいましたので、そこに目をつけたノーティドッグのアンディ・ギャビンとジェイソン・ルービンはプレイステーションにマスコットキャラクターを作れないかっていうふうに考えるんですね。そしてソニーとノーティドッグで契約を結んだ後$35,000を支払ってプレイステーション開発キットを購入して1994年9月に受け取ります。そして開発費用として170万ドルを受け取ったほかですね、サンソフトでゲームでディレクターを務めたことのあるデビッドがプロデューサーとして迎えられて、まあ、一気にプレイステーションとして開発を進めようということでお話が進んでいきます。とにかくですねマスコットキャラクターという概念においてはソニックを強く意識していたようですね。だからいかに当時ソニックが世界に衝撃を与えていたかがっていうのが見えてきますよね。日本だとあのマリオとかが非常に有名ではあるんですけども、海外ではソニックの方が有名だった時期もあるみたいです。でキャラクターの話なんですが、次にその新しいキャラクターを生み出すということで、ノーティドッグでは可愛らしいがあまりよく知られていない実在の動物という点でまず考えるんですね。でそれは何を基準にしたかっていうとやっぱりセガのソニックなんですよね。そしてワーナーブラザーズのタズマニアンデビルのデザインの背景について調査することになります。で開発チームではタスマニアの哺乳類図鑑を購入して、その中からウォンバット、ネズミ、カンガルー、バンディクートという3種類の動物に候補を挙げます。1994年10月の時点ではバンディクートを使ったキャラクターとして正式に採用することには決まっていたんですけども、正式名称まではまだ至っていなかったんですね。ですので仮の名前が付けられたまま開発はどんどん進んでいって、1995年9月ようやく2日間かけてですね2分間分のプロモーションビデオを作成します。まあ、それはもう全てはもう E3 に向けてということなんですが、ただなかなか開発は進んでいるものの認知という点ではまだまだ弱い部分もありましたので、なんとですねそのソニーコンピューターエンターテインメントに強引に見てもらおうということで、わざとその会社にいる友人にビデオを流出させるっていうことをとんでもないことをやらかすんですね。まあ、結果としてそれは認知度という点においては非常にクラッシュバンディック知られることにはなるんですけども、まあ、その甲斐もありまして1996年3月に発売が決定するというふうに進んでいきます。アルファ版制作に取り掛かったのは1996年4月ということで、3月に本作の発売をしましょうという話になって、1ヶ月後の4月からまあ、じゃあ作ろうかというふうになります。でようやくこの時点でですね E3 じゃあ本格的にやっていこうぜということで、名前も、ようやくクラッシュバンディクという名前が出来上がります。でその後ですね順調に開発は進んでいたんですけども、 E3 直前にしてですねトラブルが起きてしまいます。ユニバーサルインタラクティブはですねクラッシュバンディク実は自分たちのものにしようとしていたんですね。まあソースしないは別としても、ノーティドッグからはちょっとその話は E3 の場ではちょっと言わないでほしいということで一旦話は落ち着いていたんですね。ただちょっとそこで微妙な亀裂というものが走ってしまって、ちょっと関係は悪くなってしまいます。でそこからですねさらに追い打ちをかけるようにですね、ノーティドッグのロゴの入ったパッケージの仮案だったり報道機関向けの資料が流出してしまうという事件が起きてしまいます。こちらの流出事件に関しましてはちょっと調べてみたんですが、どっちが悪いってことはちょっと分からなかったんですが、まあ、ユニバーサルインタラクティブの自分たちのものにしようという点であったりとか、あと今回流出ということで、まあ、契約違反だということでちょっといろいろいざこざが起きてしまって、もう資料が全て使えなくなると、まあ、使うなということになってしまいます。ノーティドッグはですねもう急いで新たな資料を作り上げて、多分おそらくこれは多分ちゃんと資料チェックをしないでもとにかく E3 に向けてバーッと作ってもう持ってきたという感じだと思うんですけども、それがですね E3 クラッシュバンディクのブース前に持っていくことになります。でそんなバタバタの E3 だったんですけども、当時は1996年5月の E3 ですね、クラッシュバンディクは初めて報道機関の前に披露されて熱狂的なファンを得ることになります。でようやく1999年9月9日北米にてクラッシュバンディクが発売されて、で同年11月8日にヨーロッパ版として発売されるということになりました。 E3 直前においては非常に大きくちょっと揺れ動いて、まあ、契約関係もどうなるのかということで難しいところではあったんですけども、まあ、でもなんとか発売させたいという大きな強い思いがあったので、なんとか発売まだこぎつけることができたということで
大きな苦労があったようですね。でその後日本での発売についてなんですけども、日本ではすでにマリオやソニックといった有名なキャラクターがいたわけなんですよね。ですので当然そのマリオソニックという点で比べられることも多くて、日本においてはクラッシュバンディクという存在は実はいろいろと厳しい意見がありました。ただ当時クラッシュバンディクというゲームのグラフィック部門からは非常に好意的な評価を得られていましたので、なんでもう問答無用で突き返すというかはいろいろ修正を重ねていくことで徐々にクラッシュバンディクという存在が認められていくようになります。でまたですね、これはもう日本とゲーム海外のもう価値観の違いになってくるんですけども、その他の問題点としては海外のゲームならではの難易度の高さと作りの荒さっていう部分も実は裏で指摘されてたんですね。ですのでそのマスコットキャラクターのみならず、まあ、ゲームシステム面という部分でも、まあ、日本用に遊びやすいように様々なアレンジが加えられるということになります。例えばですね、ゲーム中に出てくるアクアクの助言だったりとか、あとクリア条件をもう少し簡単にしたいというのはもう日本用に修正があるようですね。まあそんなね、あのクラッシュバンディクいろいろ修正を加えて、まあ大丈夫かなというところにはなっていたんですけども、ただやっぱりその先ほども言いましたがマリオやソニックというもう大きなキャラクターがいましたんで、まだそれでも日本でヒットするかっていうのは不安だったわけなんですよね。ですので多分今のご時世でもなかなか考えづらいんですが、当時遊園地など子供が大勢いそうな場所で無料体験版を計10万枚配布するといった徹底ぶりも行ったようです。まあ、その体験版どういったものが非常に気になるところではあるんですけども、まあ、今となっては幻みたいなものですよね。で最後ですが、その後ノーティードッグを2001年ソニーに買収されたことによって権利関係が非常に複雑になってきます。ファンから強い要望があるもののリメイクとかリマスターは非常に厳しいものになってしまいます。で2012年の時点ではノーティードッグもですね、まあ、リメイクはもう正直厳しいというふうにもコメントしておりました。ただそれでもファンの強い要望によってリマスターである2017年7月にクラッシュバンディクぶっ飛び三段盛りというのが発売されることになります。で2019年、この作品がリマスターにもかかわらず1000万本のセールスをヒットさせるという快挙となりました。まあ、いわゆるファンダムという熱心なファンの思いの形が一つになった一つ成功例なのかなというふうに強く私は感じております。今回はこんな感じでクラッシュバンディク開発秘話について取り上げさせていただきました。ちょっとね要点をまとめたようなお話になっておりますので、ちょっと部分的に分かりづらいところあったかなというところはあるかと思うんですが、まあ、全体の流れとしてはこんな形で大きな苦労があったということでこちらの動画を締めさせていただきたいなと思います。もっとこの部分について深掘りしてほしいとかありましたら、また調べてね、あのその部分だけちょっと抽出した動画なんかも作りたいなと思っておりますので、まあ、気になった点ありましたらどんどんコメントへの書き込みしていただければと思います。それでは長くご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもよろしくお願いいたします。失礼いたします。